スピードレーサー、スピードレーサー、現代、スピードレーサーは2008年公開のアメリカ映画、日本のテレビアニメ、マッハゴ5ゴを原作とする。ボシャウスキー姉妹にとって、マトリックス・レボリューションズ以来、5年振りの監督作品となった。アメリカでは2008年5月9日、日本では2008年7月5日に、いずれもワーナーブラザース配給で封切られた。制作は、 ワーナーブラザースとシルバーピクチャーズ、ビレッジロードショーピクチャーズが共同制作した。視覚効果はデジタルドメインが担当した。マッハ55は、ボシャウスキー姉妹にとって最初に見た日本のアニメであり、映画化は長年の夢であった。原作のイメージをほぼそのまま映像化しており、日本のアニメ版の主題歌やオートジャッキでジャンプした際の効果音に、 アニメと同じものを使用するなど、原作のエッセンスをふんだんに盛り込んでいる。また、英語版アニメで、スピードレーサーの声を担当したピーター・フェルナンデスが、アナウンサー役で出演。日本版のミフネツヨジを担当した、森勝児は、スピードが憧れるベン・バーンズの吹き替えを通している。ワールドプレミアは2008年4月26日に、ロサンゼルスのノキアシアターで開催され、日本では、 スーパープレミアを開催6月29日東京ドームで3万5千人を招待し世界最大級のスクリーンで試写会が行われた。同会場で試写会が行われるのはパールハーバー以来のことである。2009年の第29回ゴールデンラズベリー賞の最低前日単リメイク、盗作、続編賞にノミネートされたが受賞はしなかった。 父はレーシングカーデザイナー。兄は天才レーサーという一家に育った少年スピード。レーサーはレースで自己死した兄の後を追ってレーサーになりレース大会で優勝する。スピードの才能に目をつけたロイヤルトンインダストリーズ社は高額な契約金を用意して契約をオファーするがスピードは断る。するとロイヤルトン社はスピードに対して様々な妨害工作を始める。 そして、ロイヤルトン社の陰謀を知ってしまったスピードは、父がデザインした、レーシングカー、マッハ号、マッハ号に入り込み、兄が、自己死したレース大会に出場する。役名、配役、カッコ内は、劇場公開、DVD 版日本語を吹き替え、主人公であるスピードが登場するマシンのうち、マッハ5は原作である、マッハ5 5ぼのマッハ号と機能、デザインともにほぼ同じものである。 ただし、本作のマッハ5は、パパが設計した5番目のマッハシリーズレーシングカーという位置づけであり、全身及び後継のマシンが登場する点が原作とは異なる。カーナンバーは5で、助手席の存在する2シーターの車体である。原作同様に、ステアリングパッドにあるボタンにより特殊機能が発動する。しかし、原作のマッハ号に存在した機能のうち、 フロカーモードとイブニングアイは削除され、各機能のボタン配置も若干変更されている。もともとはスピードの兄、レックスが所有していた車体で、レックスの死後も普段はレーサー家の自家用車として、行動走行のために使用されていたものである。マッハ6がシリーズ序盤のレース中に破壊されたために、急遽マッハ5がラリー車両として改装され、 シリリーーズ中盤のラリーレードにに投入されることになる。ことなパパは設計した6番目のマシンで、カーナンバーは6、カラーリングはほぼ、マッハ5に準じた、シングルシーター車で、マッハ5より進化した、空力形状と走行性能を持つ順前たる、レーンングカーでもあるが、特殊機能は、作中ジャンプジャッキー以外は使用されていない。ステアリングも、近代的なフォーミュラカーに類似した形状となっており、 マッハ5と同等の特殊装備がされているかは不明である。スピードのレース会デビューに合わせて投入されるが、一度はレース内で破壊されてしまう。後に修復されて、シリーズ後半のレーストラックに復帰する。パパが設計した4番目のマシンで、シンクのボディに白い M マークを持つシングルシーター車である。カーナンバーは4、レックスが事故死に至るまで登場したマシンでもある。劇中。 スピードが兄の持つコースレコードに迫る周回時間を記録した際に、兄の幻影、ゴーストカーとして、スピードのカルマフハシックスと並走するように登場する。そのままのペースで走行し続ければ、兄の記録を破るのは確実であったが、スピードは、チェッカンフラッグを受ける直前に自ら原則、兄のコースレコードを破ることはなかった。 北米では3606巻と極めて大きな規模で公開されたが、週末3日間の初週工業収入成績は、速報値でに21万ドル。公開2週目のアイアンマンの半分以下となり、初登場2位として世界に報じられた。さらにその後の確定値では1、856万ドルに下方修正されたため、ベガスの恋に勝つルールをも下回る3位が確定した。 日本での初週工業成績も1億500万円の初登場5位にとどまり、最終的な全世界工業収入もイムドブプロの集計で1億ドルに満たない配給元の期待を裏切る工業成績となった。アメーバニュースによれば、テジョとご関役のレイン、ピは撮影の際に、俺は韓国人だし、韓国人が日本人を演じるのはおかしい。つまり、 俺の役の国籍を日本から韓国に変更してほしいと監督に直談判した。これには監督のウォシャウスキー兄弟も苦悩したが、レイン、ピのあまりの熱意に負け、彼が演じる役の設定を韓国人に変更した。さらに、レイン、ピは監督にハングルの格好良さを語り、韓国を誇示するためにもともと文字を入れる予定のなかった。 レーシングスーツやヘルメットにハグルを入れさせた。しかし、妹役の名は、日本名の、ハルコであり、矛盾が生じている。2008年6月25日、スピードレーサーオリジナルサウンドトラックがゼネオンエンタテインメントより発売された。価格は2625円、税込み。2008年11月19日、DVD ビデオ版とブルーレイビデオ版のセル販売。 およびレンタル販売が開始された。発売元は、ワーナーホームビデオで、価格は、DVD2 枚組の、特別版が3980円、ブルーレイ版は4980円、いずれも税込み。2008年6月18日、ノベライズ版が不走者から発売された。文庫本サイズで、価格は580円、税込み。2008年7月24日、 家庭用ゲームソフトとして Wii と Nintendo DS に対応した同盟ソフトがアクティビジョンから発売された。ジャンルはレースゲームで価格は Wii 版が6090円、Nintendo DS 版が5040円、いずれも税込み。Wii 版は Wii ハンドルに対応している。その他映画公開と同時期にマテルやタカラトミーからそれぞれマッハ号の玩具が発売された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。